あとはちょっとここからのあの例のやつだよね。じゃあちょっと俺がお手本の写真を作ってあげよう。じゃあほじさん、君はこれスタンバる方の立場になってくれ。角度どこだ、もうちょっとか。あ、そこだな。ここだな。そこでさ、星野、この角度でこう。うん、もうちょっと斜め。もうちょっと斜めだな、あっち向き、大観音様向きに斜めだ。もうちょっとかな。そんな感じ。何それ、ポーズなの。それは手見えない。来た。はい、多分大丈夫。そうすると、こんなような写真が撮れるというわけですよ。この角度から撮っているとね。なるほどね。もうちょっとハードなアクションをすればよかったね。よいしょ。行ってこい。お手本を見せよう。よいしょ。位置 OK。 向き OK。 その手の向きわかんねえ。こんな感じ。リス好きすぎだろ。どんだけリス好きなんで。バサバサ。おーおー、いたと思った。あれはこの前やったらどういう角度なんだろうな。あの写真撮ってんのこの角度かな。頭だけ出てる角度って、これであれか、なんかどうやってやるんだろう。削り込んでるけど、星野はそれでさ、あっち見て驚いてみたらいいんじゃないか。驚いてんの。いや、降参してるよね、それ。あんぽいかも。それ何。あー、なるほどね。何の写真だろう。観音が2体いるんだけど。観音に、観音、どうでしょう。
なんか物語みたいになってるね。物語性があるね、なんか。そういう、ありがとうございました。そういう、やろう。じゃあドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥン、おお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 お、下々の者たちよ、我は観音である。御身が叶うものではない。諦めて去るがよろしい。いや、俺は行くぜ。向かうとするぜ。貴様を倒すためにな。ほう、来るか。名を聞いておこう。俺の名は吉田。お前は倒す者だ。そうか、ならば我に力を見せてみろ。やってやる。覚悟しろ、観音。ふむ、そのような若者を見たのは久しぶりだ。とここまで。一連のノリが終わった。なんだろうね、名前、人の名前じゃない。ミンミン、星野だって月がピオなんだからさ、あんま変わんないんじゃないの、やっぱり。うん、なんしょ、こんな感じだったね。よし、吉田内閣国務大臣が作ったんだって。やるじゃん、うん、褒めて使わせていいよ、俺を。そう、何を使わせたの。何の時間、見た感想がさ、すごいとか言って、強いって強い、うん、お、あ、原爆の日ってある。うん、一発に原子爆弾やって数十万人広島市民を焼き尽くした怨念の炎は今なお福岡県星野村で燃え続けている。たまたま、たまたま未来永劫平和を願う原爆の日として、その日をこの塔に採火した。いや、原爆の日がずっと残ってるな、今まで。これ原爆の時だよ。うん、石村もいない、稲垣もいない、平和な世界よ。一応最短40周年平和記念。すげえ、40周年面白いね。石村もいない、稲垣もいない、平和な世界よ。切実だよね。じゃあ去りますか。